こんにちは、NPO 法人日本霊気協会理事長の辻横です。今日はね、ゲストにカナダ支部のナスリンさんをお迎えします。ナスリンさん、ようこそ。こんにちは、カナダ支部代表のナスリンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、気楽に見てもらえる楽しい対談っていう感じで、久々ナスリンさんをお呼びしました。ナスリンさんに私ね、いくつか質問を考えてきたんですよ。ちょっと、ズバリ投げかけて大丈夫？ドキドキする？まあ、ちなみに、ナスリンさんね、日本語めっちゃめっちゃ上手でしょ。日本育ちなんだよね。そうなんですよ。15歳ぐらいまで。行ったり来たりって感じかな。大学も日本なので。ああ、そっかそっか。まあ、そんなわけでね、ナスリンさん、日本語で今日も対談やってもらうんだけども、ちょっと質問を投げてみたいと思います。はい。なんだろう。質問。ナスリンさん、もしも、ドラえもんのどこでもドアがあったら、今だったらまずどこへ行きたい？ドラえもんのどこでもドア、こう、パッと開けて、一歩踏み込んだら、そこは、南アフリカの、なんか、壮大なこう自然の中。あ、すごくないですか、それって。動物好き？いや、動物好きというよりもなんかこの自然の、なんだろう、地？地面？なんか地面？なんか そんなのが好き。ああ、それを感じたいんだ。それを感じたい。でも本当はね、どこかの国に行くとかっていうよりも、知り合いのいる場所に行きたい。知り合いのいる場所、その知り合いに会いに行くためにどこでもドアを使ってポッと行って、ついでに観光するっていうのが一番いいんだけど。今ね、どこでもドアがもしあったらね、カナダからいきなり大阪に来てね、私の自宅にで、ナスリンさん、うどん食べに行こうかみたいなね。もうそれ最高。うちのマンションの斜め向かいにめっちゃ美味しい店あるから連れて行ってあげたい。どんだけ毎日もうどこでもドアが欲しいと思っているか。うどん好きだからね。はい。家の冷蔵庫にうどん、いつも冷凍のやつ入れてるって言ってなかったっけ？あるある。スープのパック？日本で持ってる全く同じの、それもあるし、かまぼこも実は冷凍してある。お、本格的やな。はいはい。ナスリンさんがうどん好きなのは知ってるけどさ、うどん以外の日本食で好きなものある？チキンカツ。チキンカツっていうか、でも定食が好きなの、定食。いろんなものがこう、ちょんちょんちょんって入ってるのが。ご飯とお味噌汁と、メインのおかずと、ちっちゃいひじきの炊いたのとか。それ、日本独特じゃないですかね。それね、同じことね、韓国支部のアンさんも言ってた。日本の定食が大好き。韓国もカナダもさ、日本食レストランすごい増えてるんじゃないの？そうですね、あります、あります、いっぱい。でそういう定食もある？定食屋さんもない？定食はあんまりない。チキンカツの専門店はできたんだけど、だけどでもね、日本で食べれるそのチキンカツの定食のそのキャベツとかソースとかとやっぱり違うからな。あ、そうなんだ。そこもこだわりなのね。そうですよ。そうで、お味噌汁もなんかなんちゃってお味噌汁だから、スープだけで具はなくて、ちょこちょこっとなんかお豆腐の粉ちっちゃいのが入ってるような、まあでもないよりはいいんだけどね。そっかそっかそっか。はい、いや、なんか話飛ぶけど、この前我々インドでさ、会った時さ、インドの日本食レストラン行ったやん。美味しすぎて私びっくりしたんですけど、なんか舐めてかかってたわと思って反省したもん。あ、そう、本当に美味しかった？本当に美味しかった。そう、なんか未だに疑っている私、今でも美味しかったけどね。全丼は日本のを超えてた。で、一番驚いたのは、たくあん。たくあんが日本のやつと全く同じ味だった。漬物。
ああ、なるほどね。わお。だけどきっとたくあんもインドで作ってるんじゃないかと思ったんだよね。うん、あれをもし日本から全部持ってきてたらさ、すごい高くなると思うからさ、多分インドで作ってるんだろうなって。だとすればすっごい本気で日本のやり方で作ってるなって。ちょっとあれは感動したかな。ラスリンさん、エビの天ぷら3本も食べたからね。でっかいのね。そう、そう、うん、美味しかったけどね。うん、うん。いやー、でかすぎて。あれを3本。私は2本で止めた。だからちょっとあの後大変だったんですけどね。ね、食べすぎましたね。はい。そう、そう。でも楽しかったしさ、ああやって海外でね、日本食のレストランって案外日本人は行かないと思うんだよね。うーん、結局日本の方が美味しいからがっかりしちゃうかなとかね、うん、がっかりしたくないから、それだったらインドに行ったらインド料理屋さんがいいとかさ思うわけよ。だけどね、その、あの、北海道にホームステイしてた時に、ずっとなんか、なんだろ、一週間、10日くらい日本食ばっかり食べてて、で、そこの家族の方が、今日はどう？インド料理に行くって聞かれて、そう、普通だったら、そんなインド料理なんてって思うんだけど、そんな時私は、はい、インド料理お願いしますって言って、行ったらすごい美味しかった。おお、うん、で、やっぱりずっと食べてなかったから懐かしい味が良かったんだろうなと思ったんだけど。ああ、そうなんだ。いや、だけどなんかカレーの話になったからさ、視聴者さんはこの話を聞きたいかどうかわからんけど、私忘れもしないのがさ、大阪でインディアンカレーっていう名前のチェーン店があってさ、大阪だけに、多分10店舗はないと思う。5店舗ぐらいかな。うん、難波とか梅田とかあちこちあってさ、で、ナスリンさんが当時、忘れもしない、北浜で、北浜の駅にもインディアンカレーがあってさ、お店が。で、ちょうどお昼時で、あの、サラリーマン OL の人が行列作ってさ、店の外まで並んでたんだけどさ、それ見てナスリンさんすごい怒ってて、あの店はインディアンカレーっていう名前をやめてほしいと。そんなこと言ってました。言ってた、あれって日本のカレーじゃんとか言って、全然インド風じゃないのにインディアンカレーっていうのやめてよねって怒ってて、であの店にみんな行列作って並ぶのかわからんわって言っててさ、インディアンカレーめちゃめちゃ好きなんだよね、あの店だから。いや、私は並ぶって思いながらさ、うん、その時言えなかったの。覚えてないな、そんなこと。覚えてない？そう。だから、変わりましたから、その時よりも。もう全然変わりましたから。そう、ナスリンさんってさ、いつもニコニコしてて、楽しい感じ、優しい感じ。うん。楽しいっていうより優しい人っていう感じがあったので、あのインディアンカレーには、物申しっていう感じだったのが、すごい意外性があって、おもろかったんよね。うんうん、すごいよく覚えてる。あそこの北浜の店通るたびに、ナスリンさんを思い出して笑ってしまうという。うん、そうなんです。そうですか、うん、あの。視聴者の方々へ、大阪に来られたらインディアンカレー食べに行ってみてください。ちょっと辛いかな。はい、うん、だから、辛いのものすごく苦手な人は、ちょっと辛いなって思うかも。あの、辛さが選べるお店じゃないからさ。一種類だけ。うん。じゃあ、はい、今度行った時食べてみます。今度日本に行った時。日本のカレーと思って食べてや。OK 、うん。インド風と思って食べたら腹が立つかもね。確かに。でも私、日本のカレーは好きだから。日本の、あの、給食の時に出てくる、日本のカレーは大好き。あの、でっかいじゃがいもがあって、ね、うん、あの、人参があって、玉ねぎがあって。そうだね。はい。うん、私も給食でカレーの日はすごい、もう、うわーって思ってた。カレー好きだったから。うん。うん、じゃあ、ナスリンさん、カレーの話から次の話にぜひ行かせてください。はい。はい、あのね、子供の頃読んでた本、うん、なんか覚えてる？本ね、実は、あの、日本の少女漫画が大好きで、
その寄宿学校にも少女漫画持っていってて、お友達に見せてあげて、みんな日本語読めないから、その時からこう訳して、読んであげてたの。ということは、寄宿学校はインド？インド、インドの話。うん、インドまで漫画持って行ってたんだ。そう。みんなに見せてね。そうか、ハイカラさんが通る、持って行ったん。うん、そうそう、持って行った。私、ナスリンさんの日本にあるお家にさ、キャンディーキャンディーの漫画が置いてあってさ、うん、おーって思ったんだけど。あ、それは、いとこから借りてたの。うんうん、いとこもそう、少女漫画大好きで、お互いにこうね、貸し借りしてて。うんうん。そうか。ハイカラさんの、その人のもいろんなの持ってる。ハイカラさんが通る。今思い出したのは、横浜物語と、うんうん、もう一個持ってる。うん、源氏物語。時代物でなんか素敵な。源氏物語。あ、源氏物語は全部ないけど、うん、ちょっと読んだような気がする。うんうん。でも、日本の漫画はすごいから、いっぱい情報が入ってるし、そんなに勉強になるんですよ。そう？もう、うん。高校の頃に、北斗の拳の連載始まって、うん、確か中学高校ぐらいの時、うんうんうん、で毎週ジャンプがさ発売される日の前の日に、うん、店に並ぶ前の倉庫に集められて届いたやつをさ印刷したての、うん、それをその倉庫に買いに行ってたもん、うん、すごい。そうそう、ほら大阪の人ってさお店に買いに行かずに、うん、問屋さんに買いに行くんだよね。うん、豚屋さんの方が安いし。わお、知らなかった、そんな陽子さん。そうなのよ、うん、毎週前の日に買いに行ってたな。今じゃもうそのジャンプをさ電車の中でこう読んでる人もいないね、みんなスマホでね、うん、ああそうなんだ、なんかちょっと寂しいな。うん、我々が子供の頃とかはさ結構混んでる電車に乗ってたらもう1車両で5人ぐらいジャンプとかヤンマガとか漫画のね雑誌を読んでる人がいたけどさ、ビジネスジャンプとかさ、うんうん、そうね、で読み終わったのその辺に置いてあるのもなんか、はい、あ、そう、じゃあそのままそれで読もうってやってたやってた、私もよくやってた。うんうん、うん、懐かしいな。そっか、愛読書、はい。きっと視聴者さんもさ、我々と同世代の人たくさんいるから、うん、私もその漫画読んでたよ、好きだったよ、ハイカラさん今もあるよ、とか、きっといるわ。うん、そしたら、少女漫画だったら、仲良し読んでました？リボン読んでました？確かに、確かに。そこも意見が分かれるところやな。うん、はい、でうち私ちょうどいとこも好きなあれだったから、うん、いとこが仲良し読んでて私がリボン読んでて交換して読んでたんですよね、うん、あそっかそっか。ナスリンさんは弟さんがいるけど、うん、そしたらそのいとこの人はこう、うん、兄弟みたいな感じだね、うん、姉妹です。ナスリンさんとこ双子ちゃんがいるじゃない、まだちっちゃいけど、うん、男の子と女の子じゃない、うん、二人で遊んだりもしてるの、はい、うん、もちろん2人で遊ぶこともあれば思いっきり喧嘩することもあれば、うん、うん、そっかそっか、もう大変ですよ。だって女の子の方が結構あれじゃない、アクセサリーが好きだったりとかさ、女の子っぽいのが好きじゃない、うん、うん、好きです、はい、もうイヤリングつけるのも好きだし、うん、爪塗るのも好きだし、うん、ネイル、はい、もう、うん、まだ8歳なのに。うん、ナスリンさんそんなことなかったの？ちっちゃい頃。なかったですよ、小さい頃そんなの全然。だいたい日本の小学校そんなのダメでしょ、うん、イヤリングするのもダメだし、うんうん、ネイルなんかしてたら、うん、ウィニーって怒られるじゃない。うん、え、カナダは？こっちは全然そんなの関係ない。関係ない、怒られない。わぁ。そう、イヤリングなんかみんなしてくるし、もう穴はちっちゃい頃から開けてるし、うん、ネイルとかも関係なく、うん、はい、そう、だからなかなかダメよって言えなくって結構頑張ったんだけど、うん、結局もう、はい、諦めました。おー、そうなんだ。ちょっとさ、うん、どんどん話が霊気からそれるんですけど、私結構、はい、
前からさ、不思議だったのは、インドの人も結構多いと思うけど、そのもう赤ちゃんの頃からピアスしてたりして、うん、で、それはこう、親御さんとか大人が子供へのプレゼントだったりとか、アフリカで聞いたのは、うん、もういざとなってお金なくなったらこれ、18金とかのやつを売ってお金できるからっていうようなのを聞いたことあるけど、そういう習慣ってある？うん、そんなにインドもみんなその金はそんな意味、結局はそうね、あのお金に変わるものになるでしょ、うん、みたいな感じで、うん、結婚なんかする時もこうたくさん宝石というか金の、あのいろんなものを一緒に持っていけみたいな、うん、あ、やっぱそうなんだ。それで赤ちゃんの頃からも、うん、そのピアスの穴開けてもう、まあ言ったら盗まれないように肌身離さずつけとくみたいな、うん、そうなのかな。そうなんでしょうね、きっと。うん、そこまで考えなかったけど。うんうん。あ、でも、だけど、カナダは、子供に小さい時に勝手に親がピアスするのはすべきではない。赤ちゃんの時にはできたんだけど、で、彼女、あの、塞がっちゃって片方、で、もう一回やり直ししなきゃいけなくなった時に、うん、また6歳かなんかだったのかな。で、ピアスのところに聞いてみたら、うちの方針として、子供がやっぱり自分からやっていいですよって言えるまで勝手にしない方針なので、もうちょっと待ってくださいって言われて。そう、親の意思では、あの、やりませんよって。それってやっぱさ、その、カナダも、最近になって、21世紀になって、どんどん変わってきたから、そうなってんのかな。昔からなんかな。多分変わってきたからでしょうね。うん、そういう意味では。うんうんうん。いや、やっぱこの頃だんだんね、今までの常識とされてきたものがさ、バーンってひっくり返ることも多いじゃない。うん、そうですね。ねえ、なんか、ほんと激動の時代。まあ、そんな中でさ、うん、ようやっと、視聴者さんお待たせ、霊気のことも聞いてもらいたいと思っているでしょ。うん、はい。ちょっといよいよナスリンさんに霊気のことを切り込んでみたいなって思うんだけど。はい。ナスリンさん。自分に起きた印象的な霊気体験とかがあれば、ぜひ教えてほしいんだけど。一番衝撃的なのはやっぱり一番最初に霊気を体験できた、あれじゃないかな。あれですね。うん。2010年に、私もインド行ったけど、インドでだよね。そうです。忘れられんわ、あの時のこと。私もその場にいたから、あの時何があったかを話してみてくださいよ。実はね。実はね。はめるな。うん、大きな霊気サークルをしたんですよね。霊気サークルで言ってよかったけど。すごい人数だったね。霊気サークルやってた。うんうん、円になって、立って、うん。で、サークル状を作るからね、霊気サークル。で、ここの中でね、霊気使える人は霊気を、霊気とうまく波動共鳴して、で、全員に霊気が巡るようにするっていうね、こういう集団でやる技法があるんですよね。これを霊気サークルって言うんだけどね。うん、はい、ナスリンさんどうぞ。はい。で、みんながそう体験できるように。で、だけど、その、こう、誘導っていうかね、私は真ん中に立って、日本語の通訳をやってたんですよね。あの、指示を。その40-50人の霊気で作ったサークル上の中の円の中心地、ね。中心。はい。ここにナスリンさんと、誰か体験したい人が立って、うん。で、体験したい人の、通訳をナスリンさんがやってたんだよね。そうです。あの頃ってナスリンさんまださ、アチューメント受けてたっけ？受けてないかもね。受けてない、受けてない。なんか、そう。みたいな。ナスリンさん、あの頃まださ、私、霊気に興味ないから、通訳しに行くわ、仕事として行く、みたいな感じだったよね。感じられなかったから、うん、そう、だから、そんなの私には関係ないやって思ってました。なんだけど、そう。覚えてる、覚えてる。うん、なんだけど、あの通訳はするのすごい好きだったから、うん、もうそれはぜひお願いします、やらせてくださいって感じでついていったんですよね、うん、そしたらこうそんな大きな霊気やってる円の真ん中ポツンって立って、そういう物理学的にも円の中心ってすごいエネルギーを感じられるところでしょ、うん、ああそうなんだね、うんうん、
って私はそう思ってるけど、まあまあそう、まあで、まあとにかく真ん中に立ってたら、なんか、っていうような感じで、これがみんなが言ってる霊気なんだっていうのがなんか、こう来て、で、その後で、陽子さんが、じゃあ霊気習うよねって聞いてきて、はい、ってなったんですよ。そうだよ、そうだよ、本当にね。あれがナスギンさんにとっての霊気エネルギーを感じる体験第1回目だったんだよね、人生初の。そうなんですよ、そうなんですよ。うん、で、それまで、まあ、私霊気興味ないしって言ってたのに、やってみるってなったんだよね。そう、すごいですよね、それって。すごいよ。そのね、私のこれが切り替わりが、そう、自分の中ではすごいと思うんですけどね。切り替わり、でまずさ、だからエネルギー全く感じられなかったら、私も感じられないとこからスタートだったけど、そもそもさ、信じたりするのが難しいじゃない。そして、よし学んでみようってなった、でそっから何が変わりました？そっからいろんなことが変わりましたよ。例えばさ、シンクロニシティとか増えた？増えた。なんか、何ってこう言われてもあれだけど、確かになんかこう人生がスムーズになった？この次何が起こるかあんまりこう、怖がらなくてもいい？そう、最初にね、霊気師範になってカナダにトロントに戻ってきた時に、自宅で霊気の施術をやり始めたんだけれども、で、その頃って私、夫は仕事に出て、家の中で私一人、そんなところへ知らない人を呼びますかね、普通。どういう人が入ってくるかわからないのに。だけど、なんか霊気を信じて、霊気を受けに来てくれるんだから大丈夫、なんか全然気にしないで、やってたんですよ。日本でずっと生まれ育ってる人はピンとこないかもしれないけどね、治安がね、日本は極端にいいもんね。そこと比べるとやっぱカナダは若干ね、治安が悪い、治安の悪い国ではないけども、治安のいい国に入るけども、日本ほどじゃないもんね。他にもなんかこうスムーズに行くようになったっていうようなエピソードあります？霊気習って夫に出会いました。そう言っちゃっていいかな。そうだね、そうだった、そうだった。ねえ、まや、そっから本当に人生めちゃめちゃナスリンさん変わったんじゃない？そうですね。やっぱ私が出会ったその2010年頃、9年10年頃、正直に言うと、あの頃ってさ、私もね、割と人見知りだけど、ナスリンさんも結構人見知りが前面に出ててさ、人見知りと人見知りって本当にさ、仲良くなりにくい。今のナスリンさんを会ってさ、オンラインで会ってもね、練習会とかで、ナスリンさんと出会う人は、ナスリンさんって非常にオープンハートっていう風に思うと思うんだよね。きっと私も、あんまり、うわ、心閉ざしてるわって思われないと思うんだよね。お互いその辺はめっちゃ変わったかも。変わりました。そう。で、今こう言ってくれてると私思ったんだけど、そう、その頃ってね、なんかこう、こうな感じ、こう私の目の前にこう壁がずっと立ってて、その道をこうなんかまっすぐ歩んでいかなければいけないって、こう力んでる感じでこう進んでた。感じがするんだけど、それが今はなんか壁が全部崩れて、この広々とした、どこにでもふわっと行ける、そんな感じ。いやー、ね、わかるわ。その以前のナスリンさんを知らない人にはさ、このビフォーアフターの違いがわかんないと思うけど、確かに、そうだね。安定していて堅実で、なんかこう、着実なことが好きっていう感じがあった。当初。だから、ハプニングとかをこう、楽しむっていうより、そういうことは起こらない方がいいの、みたいな。そういうイメージだったかな。そうです。そんな感じでした。ふわーっていうポーズが似合うもん。いやー、そうですね、笑顔がね、柔らかく素敵だわ。
今日もそうです。でそうなるんですよ、霊気やってたら。なんか知らないうちにね、そう、うん、よくね、皆さんね、練習会とかに来てくださる方、なんか、うん、何を期待すればいいの、霊気を感じるのってどういうこととかっていう質問が多かったりするんですけど、私自身もそうなんだけど、この今私がいる状態、絶対昔の私では想像できなかった。ね、振り返れば、あ、そうかってわかるんだけど、なんか、未来どうなるかっていうのはもう想像つかないと思う。そうだね。私もそうだわ。ちょっと良くなったらいいなって、当時想像していたのを、もう遥かに超えた人生になってて、時々冷静になってびっくりする。うわ、なんだこの人生って。いい意味でね。すごい思ってもみない、動きしない。それが本当に、円滑現象。なんかスムーズに行くことが増えたって言ってくれたけど、本当その感じで、まあそれをシンクロとか引き寄せって言ったりも、するだろうけど、本当になんか運ばれていくっていうか、追い風がずっと吹いてくるっていうかさ、むしろそれでうまくいかないことがあったら、そっちじゃないよ、みたいな感じで、追い風吹く方吹く方言ってたら、なんかみるみるすごく軽やかな、いいところに行けた感じがある。ナスインさんさ、そのオンラインでさ、いろんな練習会の人に向けて日本語でやってくれてるやん。で、おかげさま、大好評でさ、もうありがたいです、よかったですっていう、そんな報告もうちの事務局に来るんだけど、ナスインさん自身は、来てくれた人がさ、例えば3ヶ月コース、また4月から始まるの、3ヶ月コース来られる方ってさ、3ヶ月一緒に、こう、毎週会っていくわけやん、オンラインにする。なら、こう、3ヶ月後にどんな感じになるとかさ、今までの人見てきて、なんか、話せる範囲でいいんだけど、ある?思い出すものある?思い出す人とか。そうですね、やっぱり初めての時はみんなちょっとなんかカチカチして緊張してる状態、でやっぱり日本人的なところもあって、なかなかこう、みんなどうぞ喋ってくださいって言ってもなかなかこう喋ってもらえないんだけど、終わる頃には皆さんこうね、自分から喋ってくれるようになったり、でやっぱりこう、そうリラックスできるようになる。実は瞑想が終わった後に、ちょっと対談の時間を取るんですけれども、その時に、じゃあ退出してもらう方は退出してもらって、残る方は残るって言うんだけれども、その残る方の中で、実はもう寝てしまっていて、心地よくなっている方もいるんですよね。それはそれで、やっぱりその人にとってそれがね、必要だから、いいと思うんですけれども。あれだよ。日本人、日本人だけじゃなくて、カナダの人もかな。不眠症の人が人知れずものすごく増えていて、で、眠れない日にお薬飲んでますっていう人もね、案外たくさんいるんだよね。いちいちそれを、ね、誰かに言うのもちょっとっていう感じで言わないけど、眠りが浅かったり、やっぱ翌日その分こう起きた時から重だるいとか、ここに悩んでる人ってすごく増えてる。熟睡できるってさ、すごい霊気が巡って満ちている状態の、一つの証拠みたいなもんじゃない?そうです、そうです。だからそれ、見ると実はとっても私は喜んでいるんですよ。わかるわ、わかるわ。ね。そう、あとはやっぱり入った当初すごい自信がなくって、霊気習ったんだけどなんかよくわからない、感じられないんですよとかだったりする方も、終わりというよりももう半分ぐらいのところで結構、自信がついてきて、なんかわかる気がします、すごいなんていうのかな、深いところでこうリラックス感を感じられるようになってくる。もうだから霊気に自信持ってもらえるんですよ。なんかそれがすごい嬉しい。いや、それ最高。ね。やっぱり習ってもらったからには自信を持ってやってほしいですもんね。そうだね。で、続けてほしい。続けてほしい。リピーターさんとかもいる?います、います。そう。もう初回からずっと金曜日の夜の時間は自分のためのヒーリングの時間だっていうことで、もうずっと最初から参加してくださってる方もいれば、2回立て続けに、習慣づけるためにやります。で、あとはじゃあちょっと自分で頑張ってみようとか。で、最初ちょっと出て、ちょっとお休みしましたが、また戻ってくださった方とか、いろいろなんですけれども、
もう一つ皆さんやっぱりこの言ってくれるのは、一人でやるときよりもすごくみんなでやった方が礼儀が感じやすい、うんうん、っていうことは言ってもらってます。これはあるよね。あのいわゆる学習塾の効果っていうやつね。あなるほどね。みんなでねそこの塾に来たら勉強するムードだし、より一層はかどるっていうね、うん、そうなんですよね。その一方でさ、その3ヶ月コースは1対多でねやってる、大勢でやってるけど、うん、1対1の練習会もあるやん、はい、あれあれでさ1対1のメニュー作ってからさ、やっぱすごい好評なのよね。知らない人ほど他の人と一緒ってなると、それは2人3人、うん、少人数であってもその人のこと気にしちゃう。その自分よりも一緒に受けてる人のことを、で自分が一番落ちこぼれてたらどうしようとか、自分だけ分かんなかったり、うん、ついていけなかったらどうしようみたいなさ、こういうことを考えて申し込めない人って案外いるんだなっていうことに気がついたからさ、だからナスリンさんに、うん、マンツーマンのメニューやってほしいんだけどって依頼したんだけどさ、あっちはどう？全然また1対30とかとさ違うよ。うん、はい、そうですね。うん、それはそれで、すごく楽しいし、本当その1対1でやると、やっぱり皆さん、そう、ちょっとやっぱり自信がないのって言って、だから、そのなんか3ヶ月練習会なんかに参加したら、私足手まといなんて言ってしまうんだけど、そこはね、やっぱり自信をつけてもらって、大丈夫ですよって、はい、うん、言わせてもらってます。そうだね。そこはやっぱさ、ナスミさんってめちゃめちゃうまいなって私は思ってて、そこへ持っていってあげるのが。うん、その霊気とうまくつながれてるかどうかわからない。うん、ここも、まあ、案外霊気初心者の人がつまずくポイントだけど、うん、ここの誘導とかがやっぱその抜群にうまいし、で、霊気とうまくつながりやすくなってきたら、いわゆるハイヤーマインドともつながれるっていうことになるから、本当にここをやりたい人多いんだよね。習得したい人。うん、私は、霊気そのものの技法も、すごくそのハイヤーマインドと繋がったり、その宇宙根源の高次元のエネルギーと繋がるっていうのが、すごく簡単だし、習得が早い。うん。だから便利って思ってんだけど、その中でもさ、うちにも世界各国、支部にも講師の人や師範の人いるけど、その中でもナスリンさんってさ、初心者の自信ない人、うまいこと、こう、自信につけてあげるなと思ってて。ありがとうございます。もう自分がそうだったからね、だから分かりやすいのかな。あなるほどね。私たちってある意味そこが強みよね。最初1ミリも分からんかったっていう、うん、そうそうそう、そう、そっからなんかね、うん、今の自分を見ると、うん、嘘っていう感じですからね。本当だね。確かにだわ。気がついたら十何年もね、ナスリンさんも経ってるけどさ、うん、本当。本当だね。あ、でもね、うん、1対1の練習会とかでいろんな話をしてくださるんですけれども、私自身もすごい学びになって、うん、その参加してくださる一人一人の方にもう感謝です。本当に参加してくださってありがとうございますですよ。そうだね。本当だわ。じゃあさ、ちょっとマンツーマンの練習会から3ヶ月の方に話戻るけどね。うん。うん、3ヶ月の方のオンライン練習会は、日本霊気協会のメニューの中で唯一、霊気をまだ学んでない人、アチューメント講座を受けてない人も、個でだけは申し込めるようになってるじゃない？そしてその人さ、霊気を使えないからさ、はい、画面越しに霊気を遠隔ヒーリングで受け取るっていうことができるやん。はい、だからまあ、体調悪い人とか、ご病気の方とか、あと、アチューメント講座になかなか来れない。っていう人も申し込まれてると思うんだけど、そういう方のなんか受けた感想とかもらってる？うん、ね、やっぱり刺激されて皆さん結局は習いに行きますにつながる方が多いかなっていう感じがします。ああそうなんだそうなんだ。でもさ、うん、結構こう重い病気の方とかは今のところあんまり来られてない？今のところあんまり来られてないけれども、でもやっぱり今日はすいません体調が悪くてっていう方もいたりしますけれども、それでもやっぱり参加してくださって、でたまたまそういう方にその日は遠隔の日に当たって、そう終わった頃にはなんかやっぱりちょっとこう軽くなった感じ。ああ、うん、あれだよね、その2、30人集まってやってる中で、毎回ね、
1週間に1回なんだけど、お一人の方が選ばれて、で、その人にも遠隔ヒーリングを送ろうっていうコーナーがあるんだっけ。そうなんです。はい。うんうん、本当たまたまやっぱりそう、今日しんどいんですって言ってる人がその日選ばれちゃう。それもね、歴のすごいところでしょ、なんか。すごいね、その人がまさにシンクロというか引き寄せているね。そうなんですよ、うん、それでやっぱり終わった後に、しんどかったんです、だからちょうどよかったんです、ありがとうございますとか。おー、うん、いい感じ。本当にね、はい、やっぱりね、一番中心になる指導者の人が波動高くいい状態っていうのをキープしてたら、シャンパンタワーの法則でね、多少体調悪いとか心が落ち込んでる人にもわーってその恩恵がいくし、でみんなでやり合うからさ、すごいエネルギーがこう循環して、循環するとこうどんどんエネルギーって増幅していくから、本当に相乗効果起こるよね。まあ、感じられない頃は分からんかったけどね今はすごい分かるわ。そう、だから本当私自身もすごくね、その中に入ってそう心地よくなるんですよ、うんうん、インドで霊気サークルの中心で通訳してた時も、うん、真ん中だったけど、オンラインであってもね、霊気サークルの形を作ってるわけじゃないけど、参加者さんの中で、うん、やっぱ教えてる人が中心の位置ですもんね。はい、そう、皆さんとこうつながりを作るっていう部分もすごく大切に思ってるんですよね、うん、この3ヶ月練習会って、うん、ああなるほど、うん、だってみんな、うん、ほらやっぱり霊気を習うんだけども、その講座を受けた時には霊気の仲間ができるんだけども、いざこう自分の場所に戻ると霊気を話す、うん、ね、霊気の話し相手がいなくなってしまう方が多いんですよ、うん、皆さん、もうあなた一人だけじゃないんだからそうかそうか。で、一人でこわごわ申し込んで、うん、オンラインだし大丈夫かなみたいな。うん、まあそこからスタートするけども、うん、そういうちょっとこう終わった後のワイワイ雑談対応みたいなのもあるのかな。うんうんうん、そうです。で、それ、私参加しないですから、本当皆さん、参加者同士で交流ができる、場なので、そう、その。ああ、そういうふうにしてるんだ。そうなんです、そう。仲良くなれる人を見つけてほしいね。その全員と仲良くする必要はない、うん、日本人ってね、義務教育の影響でみんなと仲良くしなきゃとかみんなと公平にとか思いがちだけど、はい、やっぱそんなにたくさん集まってるからさ、お一人だけでもね、ちょっと気が合いそうな人見つけてもらえると嬉しいね。そうですそうです。で、その同じ地域から参加してくださってる方もいたりするから、うん、そんな方とね、うん、連絡が取り合えたりしたらいいですね、うん、それも一つの目標だと思ってるんですよね、うん、参加してくださる方がどなたか仲良くできる方を探すことができるっていう。うわうん、いやー、私さ、ここまで聞きながらさ、まあ霊気に限らずなんだけど、人生の幸不幸、幸せ不幸せは誰と出会うかによって決まるっていうね、相田光雄さんっていう詩人の人の詩を今思い出してたんだけど、本当にさ、私もさ、ナスリンさんと出会えてこんだけ仲良くなれて、めっちゃ私の人生にナスリンさんは少なからず影響を与えてくれているし、すごく楽しいしさ、で霊気でそうやってね、一人でコワゴワ申し込んでくれた人も、もしかしたら本当に一生涯付き合うようなお友達とかね、こういう霊気の場とかではね、出会いやすいと思うんだよね。うん。人生がさらに幸せになるきっかけとしても、すごく素敵な出会い、この男女の出会いではない友情の方の出会い。うん。これもね、勇気出して、えいってね、やっていってほしいな。本当そうです。やっぱ一人だけで趣味とかを楽しむっていう楽しみ方も全然ありだし、大自然の中に行くとかもありだけど、うん、やっぱ人と人がこう交流することでさ、生まれる喜びってこれまたいいもんね。うん、ね、陽子さんいつも言ってるもんね、その人と人とのつながりって大切だもんね、人間として生まれてきたから。ナスリンさんが前半の方で言ってくれてたけど、霊気学ぶ前はさ、もうちょっと、こう、なんだろう、この後先どうなるかなっていう未来のことへの不安とか、うん、そういうのがあったけど、霊気やり出してから、今、ここの、このことやっとけばいいみたいな感じで、そこが解き放たれたみたいなことをね、中盤ぐらいで言ってくれてたんだけど、人ってさ、一人でいる時の方が孤独とか不安とか恐れを感じやすいと思うのよ。だから夜暗い道、危険な道を歩く時でも、
もう一人誰かいたら、それだけで安心感って増すやん。うん。こういうのってさ、普段も怒ってると思うし、魂同士でもそうだと思うんだよね。だからうちの教会は霊気によって体調が良くなるとか不眠症治るとかこういう効果も感じてほしいけどさ、やっぱさ幸せな人生を謳歌してほしいから安心立命っていうのをこう目標に掲げてるやん。でこの安心立命の一番最初の入り口のとこってやっぱ安心感が増すっていうことだと思うの。これってね、気を使わなくていられる自分のことを受け入れてくれてて好きって思ってくれている友達が、うん、0よりは1がいいし、1よりは10がいいし、やっぱ何人かいるとすごく安心安定がこう増すと思うんだよね、心の状態。うん、そう思わない？そうです。そうです、そうです。全くそうです。そう。ね、なので、こういう人がね、大人になって作りにくい人いると思うんだけど、はい。はい、ね、作りにくいです。うん、きっかけでね、そういう人と出会って新しいお友達増やすっていうこともね、やってもらえたらいいなと思ってんだよね。うん、本当にそうです。本当に。しがらみじゃなくてさ、本当のつながり感。しがらみっていうか、親戚同士の付き合いみたいなやつな。うん、はい。ご近所の、なんか、ゴミ出しに行ったら、毎回会うおばちゃんと、うまく付き合いしとかないとみたいな。そういうんじゃなくてさ、本当に人と会ったら癒されるし、ほっとするし、ありのままの自分を出しても大丈夫みたいなさ、こういう関係の人ね、多ければ多いほど多分人生の充実感って私は増すと思ってんだわ。本当そうです。そう思います。ねえ。はい。私たちもね、そういう人をどんどん増やしていきたいから、で、自分たちの仲間とかつながり、していきたいから、そんな感じで活動してるもんね。そうです。はい。そう。本当にそうです。じゃあ、アスリンさん、そろそろこの対談を終わろうと思うんですけど、なんか最後に、見てくれてる人に言いたいこととかあります？いつもと同じでもいいけど。ああ、もうそうですね。私の今年の言葉は、スマイル、笑顔っていうのが今年の言葉だから、本当に会う人、皆さんに笑顔になってほしい。だから、霊気をやっている時も、こう、緊張して、一生懸命やらなきゃじゃなくって、笑顔を作って気楽に、一緒に霊気やっていきましょう。うわぁ、素敵素敵。今年ね、新年に決めた言葉がそれだったんだよね。うん、そうなんです。その動画も見たけど、結構ね、コメント欄に、私もそれでいきますっていう人もいたね。嬉しい。いやぁ。今日も本当に素敵な笑顔でナスリンさんありがとうございました。こちらこそありがとうございます。じゃあこの後もいい時間にしてくださいね。はい、ひよこさんもありがとうございます。お互いに。あんじゃあ、ありがとうも、これで終わります。見てくださった方もありがとうございました。さよなら。